ただいまよりバイオメディカル分析前処理ロボット製について紹介いたします。ここで使用していますロボットはモートマン BMDA3 15軸人型双腕ロボットです。人の腕は7つの関節を持っていると言われていますが、このロボットも同じように7軸の自由度を持っているために人と同じような動作をすることが可能です。従いまして分析前処理で使用する機器をロボット用に改造することなくそのまま使用することができます。下半重量は 3kg、 無菌室などのクリーンな環境で使用できるようクリーンクラス6に対応しております。このロボットで使用していますモーターの容量は全て 80W 以下で、研究室などで人と一緒に共同作業することが可能です。また過酸化水素により洗浄できるよう防滴タイプとなっております。バイオメディカル分野でのベンチワークは非常に複雑で煩雑な作業の繰り返しです。測定器の進歩により扱う液量が微量となり高精度な作業を求められています。また病原菌などの悪環境での作業は無人化を望まれています。人手による調整サンプルのばらつきがデータの再現性の足かせとなっております。このような課題を解決するために当社ではバイオメディカル分析前処理ロボットセルを開発してまいりました。ただいまロボットが8本のピペットが一体となった8連ピペットにて分注作業を行います。一般的に人手で分注作業を行う場合には 5% 以内の誤差であれば合格とされています。このロボットで分注作業を行う場合約 1% 前後以内の誤差内で分注作業を行うことができます。ただいまより分注作業を行います。お手元の電子天秤と情報のモニターにて分注の精度を表示いたします。基準値 1.6% に達しまして、1回目が 1.58g、 2回目が 1.58g、 3回目が 1.59g と 0.01g から 0.02g 内、約 1% 前後以内の誤差での分注を行っております。このような高精度な作業を繰り返し行うことは人間には非常に困難です。ご覧いただきましたように人を超える再現性を実感していただいたと思います。以上をもちましてバイオメディカル分析前処理ロボットセルの紹介を終わります。ご清聴ありがとうございました。